ゃわからないぜ。浮気猫言い訳する、その瞳切ないぜ。いただきました。なんかこんなね振りがあったんですね。あの直前に見てやってみましたけども合ってたかどうかはちょっとわからないですけど、とりあえずあのね椅子1個分のスペースしかないので、動くに動けないということで今日も元気にやってまいりたいなと思いますけども、先日あのザ・ソウルのライブに参加させていただいたんですけども、まあチャゲさんとねあの深く関わってる先輩方がいらっしゃったということで、チャゲさんが、リーダーでね聴いているマルチマックスというバンドのサムデイという曲を、選曲して歌わさせていただいたんですけども、まあ、それに、まあ、ちなチャゲさんにちなんでというか、ヒゲとメガネで、登場したので、まあ、ちょっとそれの流れでこの感じでやってみようかなと思います。ただあの今日はなんかすごい混み合っててですね、あの時間制限があってもう本当に時間がないのでパッパッパッパと、撮っていきたいなと思います。そしてあんまり喉は調子良くないんですが、まあ、そんな日もあります。今日朝ね走ってきて、足がちょっと今痛いですけど、そんなことですから喉も、日々ねあの毎日こうやって歌ってれば、ね、あの 100% ってことほぼないので心配していただくのはとてもありがたいんですけども、あの過剰なね、ご心配は無用でございますので、こんな感じなんで、いつも通りと思っていただければ大丈夫ですので、ご安心をご心配なく全然大丈夫です、問題ないですので、ということで頑張って歌っていきたいと思います。そうですね、悲しくてジェラシー歌わせていただきました。ありがとうございました。ちょっとね急ぐよ。ありがとうございます。